皆さんこんにちは。今からおやつを作ります。お年賀で久世福商店のあんバターをいただいたので、こちらでホットサンドにします。でこれ常温なので当然今柔らかいんですけど、このあんバターは冷蔵庫で冷やした状態でもパンにすっと塗りやすい柔らかさだそうです。これを塗ります。でこれだけでも美味しいんですけど、しゃぶしゃぶのお餅が余っているのでこれを挟みます。動画ではあんまりご紹介したことないかもしれないんですけど、ホットサンドにお餅を入れるのって意外と美味しいです。こういう甘い系のパンじゃなくてもピザトーストとかにもすごく合います。今日は4つに切ります。こんな感じ。お餅が溶けて美味しそうです。いただきます。このあんバターは濃厚なんだけど全然くどくないんですよね。美味しい。私ここでコーヒーを飲みながらベランダの観葉植物を眺めるのが大好きなんですよ。でも今日はちょっと曇ってる。そう、動画を撮っている今日は2月3日節分なんです。我が家は子供も大きくなってもう豆まきはしないんですが、息子が節分豆大好きなのと恵方巻きは毎年作っているので、この後材料を買いに行きたいと思います。久世福商店はお出汁もご飯のお供もすごく美味しいんですけど、私はね意外とこういうジャム系も好きです。パンに塗るシリーズたくさんあるんですけど、今まで食べた中で美味しかったのが塩キャラメルとか、これはね冬限定なんですけど、あとはねピーナッツバターとかも美味しかったです。で私もここ数年の親戚へのお年賀は必ず久世福商店の詰め合わせを送っています。私が送っているのはお出汁とドレッシングとご飯のお供のセットだったかな。すごくね喜ばれます。このあんバターは普通にトーストしたパンの上にのせても美味しいから、気になった方は食べてみてください。今日のコーデはこんな感じです。まあコーデというほどのことでもないんですが、スーパーに行くときはだいたいこんな格好をしています。もう部屋着にアウターを羽織るだけですね。
でこのアウターはツーベストっていうブランドで今年の三越の初売りで買いました。これね、中の生地もすごく暖かくて腰まで隠れます。これ催事場で購入したんですけど、私が行く数十分前まではネイビーもあったみたいです。ただね、もう売り切れちゃってたので私はブラックにしました。でも全身真っ黒になっちゃうから下はグレーっぽいパンツを合わせています。前を開けるとこんな感じなんだけど、前を閉めるとこんな感じです。でスーパーはもうスマホ決済なのでこれとエコバッグだけ持っていきます。あ、下はねもうタイツ履いてるんですけど歩きやすいローファーでいきます。なんか最近コーデをご紹介するのにハマってるんですけど何の参考にもならなかったらすみません。では行ってまいります。はい、帰宅しました。今年は各自好きな具を巻いて作るスタイルにしようと思ってハーフの恵方巻きセットを買ってきました。あとは引き割り納豆とお豆さん、あと恵方巻きっぽいロールケーキも買いました。で他のおかずはもう筑前煮とか茶碗蒸しにしようと思います。Thank you.
いいね。今年は南南東だからこっちだね。わからん、袋ってどこ？袋？うん、袋。袋がない。